県民の皆様へのメッセージ、コロナウイルス関係でございますけれども、本県の新型コロナウイルスの感染者数は、昨日までで522人であります。県内で発生したクラスターの数は10カ所となりました。病床確保数は286床でありますが、入院されている方は18名、そのうちお一人が重症者です。また、宿泊療養施設で確保している部屋の数は223でございますが、今そこにお入りになっている方は入所者4名でございます。また入院等調整中の方が7名となっております。こうした状況でございますので、目下のところは十分な医療提供体制が確保されているということです。最近では県内では新規感染者数が確認されない日も散見されるようになっております。これはもう一人に県民の皆様お一人お一人の心がけの賜物でございます。皆様のご協力に対しまして感謝申し上げますとともに、引き続き、日々の感染防止対策の徹底をよろしくお願いを申し上げます。